あ、これ知ってる。最近流行りのやつよね。なんか YouTube のさ、あれで見かけた、あの急上昇音楽ランキングみたいなやつあるじゃないですか。なんかあれで見かけるんだけど、このさ、カフがなんか結構最近めっちゃ流行りだよね。カフそのものが、このキュークラリンね。うわ、これあれだ、俺聞いたことある。これあれだよね、なんかちょっとさ、いやこれ失礼になっちゃうかもしれないけど、なんか若干この曲、なんか俺はなんか聞いたときさ、なんだろう、なんかこう不安定に感じたの。なんか俺だけなんか音程とかリズム感とかなんかね、結構不安定なんだよこの曲。なんかこれ失礼になっちゃうかな、申し訳ないけど、なんかね、僕はそう感じた。なんか不思議な感じに感じた。でワンチャンこの曲プロセが来ないから、まあ来ないかな。これなんかこの音程の感じがなんかちょっと なんかキテレツな感じ、不思議な感じ。僕割とこういうの好きですよ。いや割とってかかなり好き。なんかさ、プロセがこういうの来ないのかな。なんかさ、あのなんだっけ、昔はさ、その何、イヤーだっけ、明日の夜空なんじゃかんじゃらみたいな曲をさ、あのあれじゃん、プロセカカバーで収録したじゃんか。それみたいな感じでさ、カフは来れないんだけど、カフのボーカルは。でもカフのこのキュークラリンとかを、例えば初音ミクとか、なんだろう、なんか25時ナイトコートでカバーするとかで来ないのかな。正直今の時代ってカフめっちゃ流行ってると思うんでね、あのアクセス数的に言ったら多分ボカロの初音ミクたちよりもしかしたら流行ってるかもしれないって説あるぐらいじゃない。そうだからね、正直今を生きるプロセカとしてはね、カフ欲しいんですよね、僕個人的に。あと曲がいいの多い。まあカフが歌ってるからいいというか、ほらほらこの辺のリズムが安定しなさそう感が。そう、なんかさ、カフが歌ってるからいいっていうのもあるし、これカフの声めっちゃ好きなんでね。そうだからこの曲もね、ぜひ、まあリズムとかメロディーがいいから普通に来てほしいよね。カバーでも何でもいいし、カフのボーカルで来てくれると全然いいし。まあでもプロセカのオタクは、まあ、かなりこのインターネット界隈でめんどくさいことで有名なので、もしかしたら近藤プロデューサーさんが、ちょっとうちのプロセカのプレイヤークソめんどくせえから、カフ入れなくても別に。え、なんか最後のノーツ、なんかあれ見て、なんか首吊りのあれみたいだったね、輪っかみたいな。なんか曲もそういう意味あるらしいよ、なんかチューブラリンでキューグル、なんか怖いわ。これだね、歌方見る、なんかこれをやってくださいみたいな感じで、スクショが DM がなんかで送られてきたからやってくわ。もうなんか嫌な予感するんだけど、なんか大体この手のさ、改造系の譜面もう嫌な予感しかしないんでね。あ、わかった、あ、それかこれこんな続かないもんね、だってここのこれ。いやでもね、意外とね、左手は金色でできるようになってるから、めちゃくちゃ良心的。あ、全然嘘つい、全然良心的。え、どうやってやんのこれ。絶対性格悪いやん、作った人。ギリギリ体力残してきたし、なんか右上若干残っちゃったし、体力。筋トレ、なんかメトロノームみたいな曲が鳴ってる。これどういう譜面なの、筋トレの譜面ってことかな。あ、そういう感じね。あ、こういうことで筋トレってことね。まあいいんだけど、これ別にやったとしても、この人差し指だけ筋肉がでかくなってても、なんかちょっと気持ちが悪い、奇形が完成するだけじゃない。なんかもう少しまんべんなくさ、もういろんな腹筋とかね、背筋とかいろいろしたかったけど、ちょっとなんかこの指だけが太くなるっていう、なかなか気持ち悪い、指が完成しそうで嫌だな。これやりたくないな、あんまりこの筋トレ。しかもこの背景の曲何なんだろうね。コスモボソピ、あ、終わったわ。あ、でもこれ毎日続けたら本当になんか指の筋肉強くなるんじゃない。やらないけど、やってみたい人いたらやってみたら。このね、逆光かっこ説明欄最初って書いてあったんで見てみたら、ワンピースフィルムレッドの曲でノーツエフェクトを切ってプレイすることも推奨しますって書いてあるじゃないですか。僕逆張りなんで、ノーツエフェクト切らずにやってきますね。これあれかな、なんかめっちゃうるさくなるとかそういう感じなのか。あ、普通っぽい。あ、でもあれか、なんか若干、あ、普通になんか、あ、ごめん、なんか俺がキモい逆張りしたから、これあれだ、普通の譜面なんだけど、ノーツエフェクト切ると音合わせがしやすいよってことだったかもしれない。もうごめんなさい、あー、俺の気持ちの悪い逆張りのキモオタが出たわ、すいません。なんか意思にそぐわない。ちなみに皆さん、ワンピースのアド見、ま、アドじゃないわ、フィルムアド、フィルム、あ、なんだっけ、フィルム歌見ました。僕見たんすけど、あれめちゃくちゃ面白くなかった。面白いっていうか、曲のさ、出し方めっちゃかっこよくなかった。俺最初は切れそうだったのに、なんか あのアドが、アドじゃない、歌が強すぎて4個クラスじゃんと思って切れそうだったの。あ、ちなみにネタバレ聞きたくない人は、てかこの時間になってもネタバレ気にしてる人は何って、うーわ何それ
これやる意味あった。あ、でも罰でなんか譜面の罰みたいなね。え、これすごいな、さすが。あ、そう、なるほどね。あ、譜面のエフェクト切ってこればよかったね。確かにね、申し訳ない、これは俺が悪いわ。いや、すげえな。寂しくないやなんや。そう、なんか映画めっちゃ面白くて、面白いっていうか上がっちゃった。もうなんか子供の純粋なあのなんか童心が戻ってきたというか、なんかこうね、あのこの曲もさ、このバウンディのアドの逆光だっけ、逆光もね、なんか割とね、けど歌がちょっとなんか若干覚醒みたいな感じで、進化する時の BGM みたいな感じで使われてる感じもね、もうね、とにかくね、演出がね、もうすごいね、かっこよくて、映像作品として、もう普通にアドのコンサート、歌のコンサート的な感じでずっと見てたわ。そう、だからね、めっちゃ面白かったので、ね、ぜひ見ていただければと思ってるんですけど、いやでも、ワンピース知らない人楽しいのかな、あれって、どうなんだろうね。一応ね、友達と3人で行ったんだけど、2人は、俺ともう1人はめっちゃワンピース好きで、好きなんだけど、もう1人はワンピースあんま詳しくないんだけど、楽しいって言ってたから、もしかしたら楽しいのかもしれない。寂しくないやんね。このアドの歌い方もね、なんか若干真似したくなっちゃう感じの歌い方してるから、ちょっといいよね。てか、この曲、違う、新時代か。新時代、最近 YouTube ショートで死ぬほど流れてこない。これわかるかな？なんか変な YouTube ショート適当に漁ってると、絶対新時代言って絶対 BGM で使われるっていうアドの曲が。カエルのピアノマスター、なんだろう、カエルのピアノっていう曲なのこれ、初めて知った。カエルの歌みたいなやつあるよね、あのなんだっけ、なんかハモるやつ、ドレミファミレドのやつね。あ、これさ、あれの BGM か。待って、これめっちゃフリー BGM で聞いたことある。これなんかゆっくりじ、ゆっくりちゃま、ゆっくり実況の、なんか、いや違うな、なんかこれ2016年ぐらいの、底辺マイクラ PE 実況者とかが使う。え、すごい悪口しか出てこない。ごめんなさい、本当に申し訳ない。ちょっと待って、めっちゃ悪口言ってる。なんかいい例えがない。え、でもなんかこの BGM、なんか有名な人あんま使ってるイメージだけど、有名な人じゃなくて、なんかよくわかんない、その辺のうぞうぞうの、なんか人使ってるイメージあるわ。これいいんじゃないの、グローリーステディーゴーかっこ魔改造フル。いや、この曲ね、曲自体が俺最近やっとプロセカでやったんだけど、いやこの曲良すぎないっていうのに気づいてしまって、もう僕フルバージョン聞いたことない。これフルバージョンでね、そうだからフルバージョンやったことないからやってこうかなって感じなんだけど、バンドリとかってさ、フルバージョンたまにあるじゃないですか。だからそんな感じでさ、ね、いいよねこの曲、この感じ、このメロディーのさ、この元気になれると見せかけて、なんかもうこう切ないみたいな、この何この最高のメロディーと思って、いやこれ本当に俺こういう曲が一番好き、マジで一番好き。アイドル親衛隊とかそういうね曲もね、こんな感じの譜面だっけ。ここのね、こう聞いて、ここもうこういうところもね、メロディーがいいし、も何をとどこを切り取ってももう完璧なのよこの曲。いやだから本当にベタ褒めしてる、めっちゃ。なんかさ、バンドリとかでフルバージョンあるじゃないですか。でそんな感じでさ、別にアーケードゲームとかと違ってさ、後ろに並んでる人とかもいないんで、別に5分ぐらいの曲とか入れちゃっていいんじゃないかなって俺は思うんだけど、どう？プロセカに、あのランクマッチとかなんかそういう曲来ると決めみたいな感じになるな。でこのサビもいいんだけどね、やっぱね、このもう全部ね、どこ切り取ってもいいねこの曲は。いや超好き、いや本当にね、群を抜いて、なんだろう、この曲プロセカの中でも何番目なの？もう1番2番ぐらいに好きかな。何なんだろうねこの魅力、この曲のすごいなんか不思議な魅力ある、本当にマジで元気になれる。あ、知らないとこだ。あ、すごい、なんかここいいね、なんか初耳。ちょっと普通に曲聴いていい？なんかごめんね、あんまり喋りたくないかも今。いい、もういい、なんかすごい鳥肌立った、今ちょっと今さ、ラーンラランで知らないとこ来たけど、ここでも突然真剣ゼミでやったところだけにしろ、あ、グロリーステディゴーだってなったわ一瞬。え、何この人、この木下さんだっけ、この人めちゃくちゃ天才じゃないこの人。なんかこう泣きメロっていうの、すごいいいっすよねこの人。おマジか、ちょっと待って、これなんでこんないい曲あるの教えてくれんの、みんな意地悪やね、なかなか意地悪いねみんな。俺にもこの曲の良さ教えてよ。ちょっと待って、また緑の出てきた。なんかたまにあの緑の単独列出てくるけど、あれなんかちょっと深い、なんか やり心地が悪くない？なんか
話さないとみたいな、なんかそのなんだろう、このちょっとね、まあ老舗はいいんだけど、え待ってめっちゃこの曲良くない？てかさこれさ、ここオリジナルだよね、譜面、この譜面制作者サクマイペニスのオリジナルですよね、あの譜面制作者さんの。えだからさ、これなんか割と本家譜面っぽくてなんかセンス良くない？あそう、ここだって本家のプロセカにないもんね、プロセカにないもんね。焦ってイントネーションが、オタクと笛の早口でイントネーションも声も裏返るし、もうむちゃくちゃなってる、それぐらい興奮してるってことなんで。で今ちょっと正直思ってるのが、曲長いなと、3分ぐらいやってるんじゃないかなと思うんだけど、割とこれは何だろう、6分ぐらいあるのかな、もしかしたら。まあすごい別にいいんだけどね。なんか話すことなく、あでもなんかそういえばなんか今日朝ツイッター見てたら、なんかプロセカのね公式 MV の逆光じゃなくて、なんだっけ、逆光か、あ逆光、あアドの方、うん、なんかとなんかなんだっけ、なんかの曲が消されたらしいんだよね、サラマンダーか、なんかサラマンダーがセガのチャンネルに上げたやつがセガに消されたらしくて、なんか面白いなと思って見てます今。なんか気になったりしていたら、なんかサラマンダーの公式音源が消されたらしいですよ。まあまあまあ全然話すことがない。いい、めっちゃこの曲良かった。めっちゃいい。いやこれプライベートで絶対聴こう。いやすごいわ、本当にいいわ。魔改造フル、いや全然そんなことないです。このキョンさん、不明先生、いやこの人ね、本家っぽいところも補っていただいて、もう本当にありがとうございます。めちゃくちゃ楽しかったです。